今日から始まったこのイベントは、地域の農家の魅力を知ってもらおうと開かれたものです。地元の農作物で作った限定メニューや収穫、体験、コーナーなども設けられ、親子連れで楽しむことができます。このイベントは明日も行われます。